監督ラケット私は厳しい監督のもとで卓球を習っていた監督は卓球のこととなると厳しいがそれ以外では優しいおじいさんだった監督は元料理人らしく老後の趣味で卓球を始めて熱中したのだという監督はかなりお年を召されていて 私が卓球を習い始めてから1年後に亡くなってしまった監督がいなくなった後も卓球をしているとどこかからこんな声が聞こえてくるようになった「回転見ろバックハンド使え」<laughs> まさかでもこの声は本当に監督らしいなぜなら試合の時は 何も言わなくなくり、黙るからだ。「あれから私は卓球をやめたが今はまた別の声が聞こえている」「中華鍋を振るうたびにスナップ聞かせて」とうるさいのだ。 祖父の家の池おじいちゃんの家に行った時のこと私はアイスをもらってお庭でアイスを食べ始めた走り回りながらアイスを食べていたら私は池にアイスを落としてしまったすると池がコポコポと波打ったなんだかその様子が面白かった私は 次にパンを池に投げてみた。またコボコボ。まるで池が生きているみたいだ。しばらくすると池が食べ物をくれないことを抗議するようにコボコボと大きく波打ち水がこちらに迫ってきた。私は怖くなって後ずさった。水はなおも迫ってくる。 ポケットに入れてあったお菓子を池に投げ入れると収まった。私は家の中に入ると、もう池には近づかなかった。次の年、私はまたおじいちゃんの家に行った。こっそりと池を見ると、特にお菓子なところはなかった。私はおじいちゃんに聞いた。ねえ、おじいちゃん、あの池何ともない。ん ななんともないよそっかああでもおかしなことがあるんだよなえな何恋がないなくなってるんだ他にもおたまジャクがいたりしたんだけどなそれはつまり私はあれ以来おじいちゃんの家に行っても池には 近づかないようにしているアーティスト養成プール歌が上手くなりたいとにかく歌が下手なのだある日 あるプールの存在を知った。そのプールに通うと歌がうまくなるらしい。早速行ってみると奥の奥へと通された。そこには25メートルプールがあった。水着に着替えてプールに戻るとインストラクターさんが言った。潜水している間歌を歌ってください。息が苦しくなったら自分で顔を出して。 やってみると、普通はごぼごぼ鳴るだけのはずなのに、きちんと歌えた。また、伴奏の音までも聞こえてくる。私が驚いていると、インストラクターさんが、塩素成分ではなく、塩素成分が溶けているので、と言った。潜水をしながら歌うことで、肺活量も鍛えられるらしい。プールに通うううちに、 本当に歌が上手くなったもっともっと上手くなりたいとプールに通っていたのだがある日急にプールが閉館してしまった街で偶然会ったインストラクターさんに聞いてみるとこんなことを言った一人のインストラクターが閉館後にあのプールに入っていたんですが溺れ死んでしまったんです自分の歌唱力に溺れたんでしょう 人間ジャンプスターター1年ほど前あるものが爆発的に流行ったことがあるそれは人間ジャンプスターターというものだジャンプスターターとは車のバッテリーが切れた時に使うものだがそれを人間用に改良したものだ疲れがたまりすぎ完全に自分のバッテリーをオフにしてゆっくり休みたいという需要に応えたのが人間ジャンプスターターである ジャンプスターターを持ち歩き、完全に自分のバッテリーをオフにして短時間でもじっくり休む。そうすると、嘘みたいに疲れが取れるのだ。そして、ジャンプスターターによって起動する。目が覚めた途端に、やる気に溢れている自分に驚く、というわけだ。しかし、ジャンプスターターの使用はすぐに禁止された。ジャンプスターターを使った人に、警備の記憶喪失が見られたからだ。 車はカーナビの設定などで常に微量の電気を必要としているが人間も車と同じで記憶の定着には電気がいるらしいだから完全にバッテリーオフにしてしまうのは危険というわけだジャンプスターターは急速に廃れていきいつしか完全にその姿を見なくなった。 警備わらし画期的な防犯方法が開発された座敷わらしに頼むのだ空き巣が入ると座敷わらしが警察への通報ボタンを押しさらにポルターガイストのように家のものを浮遊させて空き巣を驚かせるそして空き巣を撃退するというわけだ最初は最高の空き巣対策になったが 空き巣はだんだんその存在を知り、慣れてしまい、通報されても警察が来る前に仕事を終えてしまうようになった。ポルタガイストを起こしても平気で仕事を続ける始末である。しかし、座敷わらし側も進化した。空き巣を見つけたら通報ボタンを押し、玄関と窓の鍵を閉める。警察が来るまで空き巣を閉じ込めておけるようになったのだ。 そうして捕まった空き巣は留置所や刑務所に入ってからも見張られる座敷わらしは今や留置所や刑務所の防犯システムにも参加しているのだ絶滅したマント。 大昔のこと、この世界には野生のマントがいたらしい。そこら中をマントが飛び回っていて、捕まえて空を飛べたそうだ。いうことを聞かせて、しつけることなんかもできたらしい。現代でいうところの馬のようなものである。うまくしつければ、呼ぶとやってくるようになったのだとか。大昔の人は、マントを使って移動していたと言われている。 なんとも便利だ。しかし、便利すぎるがゆえに乱獲され、やがて野生のマントはいなくなってしまったのだという。まだ野生動物の保護なんていう考えのない頃だ。いた方ないことなのだろう。だが私は、密かに野生のマントが生き残っているらしいとの情報を得て、ある洞窟までやってきた。薄暗い洞窟を進む。いた マントがうようよと洞窟の天井に張り付いている。いた、本当にいたんだ。と、マントたちが一斉に飛び出して、私はマントたちに持ち上げられた。そのまま洞窟を出る。空は抜けるような透き通る青で、私はマントの上に乗って空中遊泳を楽しんだ。こんなに気持ちがいいなんて。 大空を旋回し、洞窟とは違う方向に進み始める。一向に降りる気配がない。私はその時になってようやく自分が捕獲されているのだと気がついた。 さまざまな養殖ある地方に出張に行った時のこと取引先であるその町の人と海岸を歩いていると昆布のようなものを養殖しているのが見えた私は言ったあれは昆布ですかすると町の人は言ったあれはズボンですえズボンのボタンをですね 海岸に並べておくんですよそうするとゴミやらさまざまな生き物の死骸やらが自動的に寄ってきてあのようにズボンになるんです再生可能な社会とか言いますでしょエコにできるズボンということで街全体で推し進めている事業なんですズボン以外にも色々試しているんですよへえ私は感心しつつ ズボンの養殖の様子を眺めた。んあれは。思わず声を出した私に、町の人は、さ、そろそろ行きましょう、と先を促した。さっき、ズボンの養殖のずっと向こうに、なんとなく白子のようなものが見えたのだが、あれは。 美味しさ MRI 美味しさを測る機械が発明された MRI のようなゲートであるこの MRI に通すとそのものの美味しさ成分が分析できるのだ人によって美味しいと感じるものとそうでないものがあるがその曖昧な美味しさの成分がわかるのである MRI に通すと美味しさの数値が出る 高い肉を通すと、75点です。などと、音声で知らせてくれる。ちなみに、100点は出ない。万人共通の美味しいものなどないからだ。MRI の調整をしているとき、誰かが私の背中にぶつかって、私は MRI の中を通ってしまった。100点です。 洗脳扇風機ある扇風機が発売中止になったなんと扇風機に洗脳効果があるというのだ扇風機に向かって「我々は宇宙人だ」とやっていた人が本当に自分が宇宙人だと思い込んでしまったのである扇風機は廃棄処分になったしかし ある人物がその扇風機を買い取りたいと申し出た。その人物はロボット開発会社の社長だった。何でも高性能すぎて自分を人間だと思い始めたロボットを洗脳したいのだという。 さえずり鳥の障害さえずり鳥という鳥がいた人の話を聞いて覚えてしまう鳥であるさえずり鳥は聞いた話を人間そっくりな声でなくさえずり鳥からさえずり鳥へ噂があっという間に広がる現象が起きたちょっとした噂話をしたつもりがいつの間にかその町でその話を知らない者がいなくなった なんて現象が起きたのである。さえずり鳥のせいで、外は静かになった。さえずり鳥に聞かれてしまわぬよう、外で話す人がいなくなったのである。次第にさえずり鳥は、いらっしゃいませ。ありがとうございました。くらいしか言わないようになった。この隙にさえずり鳥を駆除しようということになった。人の声で招き寄せて、 透明な電気網ででするのである。のあ作戦は成功し町からさえずり鳥がいなくなった人の声といっても一番効果てきめんなのはやはり噂話なのであった。